茸の炊き込みご飯を作っていきます。まず舞茸1パック小房に分けておきます。わけぎは小口切りに切ったものを準備しておいてください。調味液を作っていきます。まずかつお昆布だしが 200ml、 醤油が大さじ1、みりんが大さじ1、お酒が大さじ1、これを混ぜ合わせておきます。研いだお米を炊飯器に入れて調味液を入れます。汁気を切ったツナ缶を1缶、小房に分けた舞茸も入れます。混ぜ合わせます。はい、では炊飯器に入れて炊飯ボタンを押します。炊き上がりました。では混ぜていきます。器に盛り付けて仕上げにわけぎを散らします。完成です。はい、キャベツの味噌バタ煮を作っていきます。まずキャベツは食べやすい大きさにざく切りにしていきます。はい、では調味液を作っていきます。お水に味噌が大さじ1と1/2、鶏ガラスープの素が小さじ1、これをよく混ぜ合わせておきます。フライパンにバターを入れて中火にかけます。バターが溶けたらおろしにんにくが2/2と豚肉を入れて炒めていきます。肉の色が変わってきたらキャベツを入れていきます。はい、軽く炒めたら調味液を入れていきます。蓋を閉めて5分煮ます。はい、5分経ちました。そしたらコーンを入れていきます。コーンを入れたら再び蓋をして3分煮ます。はい、3分経ちました。では器に盛り付けてお好みで一味唐辛子を振りかけて完成です。中田村の暮らし、いただきます。今日は舞茸の炊き込みご飯です。炊き込みご飯大好き。うまいね。舞茸の旨味をご飯が全部吸い込んでるって感じだね。ツナの旨味もしっかり効いてて美味しい。キッチンが汚れないのがいいね、これね。うん、いやー、秋の味覚だわ。めっちゃうまい。舞茸の炊き込みご飯は1人前338キロカロリーで、タンパク質 14g、 脂質 2g、 炭水化物 66g の食塩相当量が 1.6g です。しっかりタンパク質も取れて、とってもいい炊き込みご飯だと思います。次にキャベツの味噌バタ煮。うまい。バターとニンニクの香りが効いてるね。ちょっと味噌ラーメンっぽい感じの味付けだね。キャベツの甘みもスープに溶け出してて、とっても美味しいですね。野菜をたくさん取れるおつまみって感じだね。この味付けで鍋にしてもとっても美味しいと思います。キャベツの味噌バタ煮は1人前223キロカロリーで、タンパク質 16g、 脂質 11g、 炭水化物 15g、 食塩相当量 1.1g です。定食にして食塩相当量が 2.7g、 総摂取カロリーが561キロカロリーです。タンパク質が 30g 前後取れて、炊き込みご飯の脂質がものすごく少ないので、カロリーが控えめになってますね。他にご飯とかを足さなくてもいい、とってもいい定食になってると思います。確かに鍋いいな。この味噌バタ鍋いいかも。キャベツの鍋あるじゃない、千切りにして食べるやつ、あれみたいな雰囲気で食べても美味しいかも。しゃぶしゃぶぐらいの、ちょっと火が入るぐらいで、うまい。ごちそうさまでした。ぜひ皆さんも試してみてください。僕たちのチャンネルでは管理栄養士監修のもと減塩レシピを毎日更新していますので、この動画が良ければチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではまたね。最高の時短レシピ。